ないから。鶴ヶ池って買えばいいかな。関川の関所、前行ったとこだっけ。もうダメだよ、鶴ヶ池閉まっちゃうよ。8時まで。いや間に合うか。間に合わない。何を買いたいの？あー、そっか。やめた方がいいと思うよ。おっしゃる通りだと思うよ。あんなコスト下げ下げの。あ、納豆食ってねえや、そういえば。まあ、いっか。東京で食おう。らしいよ、めちゃくちゃ。誰？大谷翔平。いや、契約家なんじゃなくて、金の使い方知らないの。うん、で、親もバイトしてるって言ってるじゃん、それで。パートとか。当たり前のこと。偉いなって。それしないのはね、一郎の親父と不破の親父だけ。一郎？うん、一郎の親父も画面作って、画面作って。あ、そうなの？腹もそう。一郎そうだったんだ。それで腹の親父はバカだから、余計なこと言うから全部所にし、あの、あれされちゃって。なんか何言ったの？うちの息子は旗がすごい、すごい何収入があるんだからって言って稼いでるとか言っちゃった。野球で？野球だからもう宣伝でもコマーシャルでもあったでしょ。原辰徳さんでしょ。余計なこと言ったの。ああ。だから大谷の親は離婚なんだよ。親もちゃんと余計なことし、俺は息子はいくらもらってるか知らない。俺たちだとかってパートとかあって働いてるんだからっていうふうにしてる方が離婚なんだよ。長寿族とするには税金ただ取られちゃう。知らないと国税庁に入れなくて。よっしゃ。余計なこと言うことないのか。もろこし、もろこし。楽しみだね。もろこしも食べようよ。待ってるでしょうね。あそこは5時って閉めちゃうんだよ。東京みたいなことやってるから。これ何市？長野市ですよ。あ、もう長野市なんだ。信濃町じゃん。信濃町だね。雨降ってんの？ちょっと気になった。なんとかレストランって書いてある。樹木レストラン。信濃町のじり。あ、これか、樹木。樹花か、ごめん、樹花。出てきた、たまたま。あ、樹花さらに奥にもあんだ。インターチェンジ店。暗くなるのが良くなったなぁ。この樹花ってとこ行ったら、美恵子さんの感想も俺分かっちゃった。二度と行かない。クソまずいって。樹花。レストラン。まずいまずいって絶対言うと思う。なんとなく予想。あのさ、一皿1000円でも2000円でもさ、美味しくちゃいいんだよ。うん、まずいのはやめろって。たとえ100円でもね、まずいとね、金返せって言いたくなる。すが、ごめん。この道面白いね、いいじゃん。ちょっとピッチャー帰ろ。それでいいんだよ。友も、あの家遊び行ったら嫌な顔されたから、
あ、運悪い時行っちゃったんだ。行か、行くもんじゃない？だってさ、手ぶらで行ったら行けないんだよ、いいとし。それはあるな。受けずずしいから。お年玉自分らにくれなかったしな。お年玉送ってきてくれなかったんだよ。はぁ、そう思うだろう。え、そのぶちゃんって何そんな金ないの？でしょ、冗談で、冗談でも言わねえよ。なんで働かないの？あのテレビに出た。それで金ない金ないってしょっちゅう言うねん。使いに行ったの？そんな金ねえんだろうね。そうだから、じゃあ元気しに、あきらに皮肉言われて。うちはそういうことは一切言われることないから、金なんて借りたことないから。なんつったの？言って、言って、大体想像するけど。借りしたんだ。借用書で。知らないや。そういうことでしょ、だって。怖っ。なんでそんな金ないんだろう。金あるイメージしかねえけどね。その姉子がさ、だから二人でやめとけっていうのに三人も産むからとか、またわけのわかんないこと言ってさ。ミカちゃんは全然会ってねえな。もう小6以来だよ。会ったことあんの？ユミより頭いいけどな。私ってさ、お母さんのさ、うん、え、いつ会ったの？え、いつ会ったの？はっちゃんの法事の時。あ、いたんだ。お葬式の時だったな。俺行かなかったやつでしょ。はっちゃんのじゃなくてさ、お母さんの世代の文化高校なんつったらさ、お前500点のうち100何点しか取れないようなのが言ってんだよ。今の中じゃない。ユミがそうだな、ね、文化だな。まあ何でも知らないけどさ、結婚、あ、元ちゃんしてねえんだ。結婚。ミカチはするんでしょ。こんな電光掲示板のパチ屋、パチ屋なんてあんだ。こんなパラパラパラかかるだろうな、これもうこれ電気買えるの超めんどくせえだろ、これ。こんな上まで上がって上がれなくね。どうだっけ、 AU が電気買うんだって今度。うん、ほら、自分のとこで電気作ってる人いるじゃん。うん、ソーラーでしょ。なんだかな、ソーラーもどうなのって感じするけどね。面倒くさいことに一切もう手出さないの。うん、つけたりまた外したり金かかる気だけ言うじゃん。儲けさせる気だ。そうそう、怖い怖い。投資あるでよ、よくあるじゃん、ソーラー投資とか言って。アホらしいと思って。変なもん金使わない方がいいよ。兄さんもそうだけど。